はい、どうも、イズログのイズです。で、今日は、鈴木エブリの DIY なんだけども、まあ、どうもね、スキー場で、まあ、このぶっかいたドアの取っ手が、まあ、多分もうちょいぴったりね、来るようにやればね、いけたはずなんだけど、まあ、これ以上ちょっとできないと。まあ、これだったらまあ、大丈夫じゃねえ、みたいな。まあ、何か言われたら、まあ、取ればいいかなって感じで、まあ、着きました。で、これから明日車検なんだけれども、いい車検というか今ユーザー車検だね。であとはユーザー車検でこの動画は多分事後報告的な感じになると思うんだけど、であと気になるところが、この右前輪のロアアームかな。これまあね、これひしゃげてるんだけど、あそこだね、道路と歩道の真ん中にあるあのコンクリートの出っ張ったような石堤じゃないかな、ちょっとわかんなんていうかわかんないけど、そこに乗り上げたんだよね。まあここもそうだけど、牽引のねやつがちょっと下擦れてるけど、あとオイルパンのパンガードがちょっと飛んだかなーって感じで、まあこれはロアーム、前回これねイエローハットで通したら、いやなんかね通っちゃったんだよね、ダメかもしれませんねみたいなことを言われたんだけど、まあでとりあえず前回通っちゃったから、今回ユーザー車検で昨日予備検査で、この動画を撮る前日かな、予備検査場で、まあ一応予備検査で一番狂ってたのはビームかな。でこのビームをちょっと調整してもらって、多分ね、ヘッドライトのこのロービーム落ちるって言われたんだよね。なんでかっていうと、その、この、まあ見えないか、光量がないんだって。で、なんかこの、白く銀色のところが、なんか反射させて、それが光を増幅させるらしいんだけど、まあどうやらこれが汚くて、ダメらしいと。で、ロービームは、落ちるけどハイビームでもう一回受かるから大丈夫ですっていうふうなこと言われたんだよね。なんでローでダメでハイビームだったらもう一回受かるのかっていうのはちょっと疑問だけれども、まあそこら辺の事後報告的な感じになると思うけれども、まあ、ちょっとそれを事後報告的に明日車検を通した上で、まあまた上げておこうかなって思います。ではでは。で今ここはですね、軽自動車の検査協会で、たった今、ユーザー車検終わりました。で、なんだろうな、やっぱり予備検査場で言われた通り、ヘッドライトなんだけど、ヘッドライトのなんだろう、反射板のところかな、電球の周りの銀色のところが、左がダメでね、右がダメだったのよ、ロービーム。だからロービームは、多分落ちると思いますって言われてて、まあ、それは折り込み済みだったんだけども、まあ一応ハイビームでちゃんと光量が出てて、検査が丸になれば、いいんだって。で、あとね、意外とちょっと今日焦ったのが、クラクションが意外と鳴らないんよ。だから、クラクションね、いやでもピッピって予備検査場でやった時は鳴ったんだけど、なんかね、ここでやった時ね、ちょっと鳴らなくて焦ったんだよね。思いっきりね、こうしてドーンとかどついて、そしたらピピって鳴ったんだけど、ヒューズかな。まあ多分ね、そこだけが、ちょっとね、ヒヤッとした部分。で、あと、事後報告的な動画になるけど、この検査が終わる前にアップしちゃうと、どうなのっていう感じで、そうだね、ひしゃげていた、ロアアームと、運転席側の後ろのドアの取っ手だね、スキー場でバキッて壊したやつ、あれを、がっつり見られてたんだわ。がっつり見られて、いや、後ろのドア、ここって開くんですかねってがっつり聞かれてさ。いや、でもね、それは、さらっと内側から、鍵を開け、さらっと内側のノブから、ガチャって開けて、で、それで、まあ、さらっとスルーになったわけさ。で、大体今、その、試験官に見られたやったやつが、はい、ドン。え、これ、ね、ちょっとね、取り付ける位置を間違えて、開かなくなっちゃったね。結局ドアノブがね、ドアノブとしてね、
あの機能しない付け方にしちゃったからさ、まあどうまあいいかと思うのよ、あれが落ちなければね。だからまああれ以上まあ直さなくてもいいかなって感じで、結局あの運転席側に荷物を詰めば別にいいだけの話だからっていう感じですね。であとはちゃんとこれ令和4年の4月26日までの車検も証ももらってます、なので、はい、ユーザー車検として気をつけることは僕個人的にですけど、とりあえずクラクションのヒューズとかは見た方がいいっすね。うん多分ねクラクションがおかしい、この車。予備検の時は大丈夫だったけど、なんかねクラクションって意外とダメだね。なんか意外と使わないからこそあんまりないね。うん。であとはなんだろう、予備車検場でブレーキを踏んだ時にちょっとブレーキ緩いっすねって言われたの。あとね、意外とじゃなくて、ここのフットブレーキの検査ってブレーキペダルが折れんばかりに踏み込んで、ほんとちゃんとタイヤをロックさせないとダメだと思う。であとはそのブレーキパッドがちょっと薄くなってたりするとどうしてもなんかね回るね、緩くなるっぽいんだよね。結局そのブレーキ油圧の油圧でこうキュッてやるわけじゃん、フットブレーキって。で多分薄ければ薄かったり、この前にちょっとブレーキパッド外して薄さを見て、あ、まあちょっとギリギリいけるな程度でつけたり外したりしてた場合は、ちゃんとフットブレーキの油圧をちゃんとかけてかけまくって、あの遊びを戻しておかないとダメっぽいね。でもまあそこまで緩い状態で行動走んないけど、でも原因が、考えられる原因としては俺的にそれしかないっていう感じだったね。まあ、とりあえずブレーキ、フットブレーキは、ブレーキペダルが折れんばかりに今踏み込めと、クラクションは意外と鳴らなかったりするから気をつけようっていうところと、あとは、ユーザー車検の予備車検場使わないんだったら、あの、ヘッドライトの、あの、光量、電球よりかはあそこだね。電球周りのあの、アルミとか反射板のところと、あとヘッドライトの紫外線の、で、なんか黄ばみとかが出ちゃうから、それは、おそらくちゃんと磨いておかないと、落ちる確率は高い気がしますね。っていうのは所感です。まあ、予備検査場行くと、磨いてくれたりはするので、あとは、特に、今回やった反省としては、その予備検査場って、その当日に行くんだって、普通。そう。で、結局その、ちょっと今は山奥のシェアハウスにいるから、その山道で多少ガタ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 言うんだよね。いや、そうやってガタ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 こういう振動があると、どうしてもそのビームの、位置が狂ってきちゃうから、どうしても。だから、その日の朝1に行って、その日の午後1くらいの車検だったり、午後2くらいのユーザー車検の順番で行った方が無難なんだって。だから結構ヒヤッとした。めちゃくちゃヒヤヒヤした。なので、まあ、あとは、そうだな。4年だか、うん。4年に1回は、多少お金にケチをつけないで、12ヶ月点検みたいなことはやった方がいいっぽいね。うん。意外なところが壊れたりした。今回も。なんで、あとはそうだな。あと、車検が通らないっていうところで、サビはちょっと気をつけた方がいいかもね。スキーのリゾバーに行き始めて、やっぱりあれなんだ。エンカルとか海沿いを走る場合結構ボディとか錆びるから、特にシャーシ周り、イエローハットで錆止めとか7000円とか払ってやってもらったけど、意外とね、それでかいと思う、今回。全然シャーシ錆びてないから。で、あとね、よくリゾバーでスキー場に行く人たちの話を聞くと、シャーシが錆びすぎてて車検が通らなかったっていう人は正直一人いた。多分その人もね、異常なくらい錆びてると思うんよ。でまあ、意外と、下回りの点検ってどういう風な見られ方をするのかっていうの、今初めてやったからわかんないけど、まあ、それ、とりあえず、パッシングじゃないや、クラクションと、ヘッドライトの黄ばみだね。そこはちゃんと綺麗にしとくのと、あとシャーシの下回りが錆びすぎてないかどうか、ここがポイントかなっていうのが、まあ勝手に僕は感じたことっすね。まあユーザー車検、まあ大体、慣れてる人は一番奥側の
慣れてない人が一番奥側の1コースへ行って、今回慣れてる人は手前の2コースに行ってます。で次から2コース行ってみたいけど、まあちょっと無難にずっと初心者ですって言いながらちょっと受けてた方がいいような気がするかもねっていう、まあ取り留めのない感想でした。